マントン・スプレー・グエディは、アメリカ合衆国の軍人。アメリカ陸軍の一員として第一次世界大戦、及び第二次世界大戦に従軍した。最終階級は中将1892年、イリノイ州シカゴに生を受ける。1913年、ミネソタ州フェアリボーにてシャタック軍学校を卒業。1916年、アメリカ陸軍に入隊。エディは、 不評価に配属され、第一次世界大戦中のフランス戦線では小銃お及び機関銃部隊に勤務した。大戦を通じて彼は少佐に昇進し、戦後も1919 19年までは占領任務のためにドイツに残った。帰国後の1920年には終戦に伴う将校の階級調整により大位となり、翌年にはマミーピーボディバトルフと結婚している。 戦艦期には、不評委員会に所属し、陸軍式幕僚大学の戦術教官を務めた。1941年、第114不評連隊長に就任。1942年3月には、順将となり、同年7月には、少将に昇進するとともに、第9不評師団長に就任し、チュニジア、シチリア、ノルマンディなどを転戦した。 1944年8月、第12軍団長に就任。バルジの戦いでは、都市部南側への攻撃を指揮した。1945年4月、病気のために米本土へ送還される。彼は、シェルブウル占領の功績から主君十字章を受章している。戦後、エディは、フォートレブンワースに勤務し、 1948年1月から1950年7月までは陸軍式幕僚大学司令官を務めた。また、将校の教育に関する評価委員会にて委員長を務めた。その後は在独米軍の第7軍司令官として占領軍から抑止力たる中流軍への転換を指導し、1953年に中将の階級で退役した。 1962年4月10日に死去し、アーリントン国立墓地に埋葬された、マントン・スプレーグ・エディー、ミラッテリー・タイムズ2015年3月1日、閲覧、マントン・エス・エディー、ミラッテリー・タイムズ2015年3月1日、閲覧、ありがとうございます。